ょ。今日も頑張って走っていきたいと思います。今日は火曜日ですね。現在16時30分、朝一朝に昼一昼二とハードワーカーとともにね、レッスン頑張りました。朝一ね、キーンと寒かったんですけども、今現在はそうですね、まあでも夕方のこの時間にしては寒くないですかね。だいたいこの時間になってきたらもうちょっと日も沈んできて、風が吹けばちょっと肌寒いはずなんですけども、今はそんなことないですね。天気が良くてそうじゃないのか、それとも気候的にそうじゃないのか、ちょっとわからないんですけども、非常に、まあこの時期にしてはまだマシやなという感じの天気ですね。久々の朝一朝に昼一昼二のレッスンで、まあそれほど疲れはないんですけども、やっぱりね、まあボール、手ボール拾って頑張ればその分ね、やっぱ体力消耗するなというのが今日の感想ですね。ですので今日はまあショートランニングをやっていきたいと思います。昨日はまあジュニアが奈良に練習試合に行ったんですけども、まあみんな頑張ってたみたいですね。シングルスでも初勝利を挙げたジュニアもいますし、でこいつだけには勝てよっていうね、和歌山のハイチュウ野郎、ハイチュウには絶対勝てよということで、なんか勝ったみたいですね。よかったです。女子のアンミも、まあ、頑張ってたみたいで、なかなか考えて試合をしているみたいですね。まあこれからちょっと期待できる一人ですね。まあリズの方は求めてるところがねちょっと高いんで、まあもうちょっとああした方がいい、こうした方がいいという、課題がねやっぱり浮き彫りになってきてるなっていう感じですね。ただそんなにね多くないんで、間違いなく実力は上がってる中で、まあ、次はこうせなあかんな、合わせなあかんな、それができてるのになぜこれができないのっていう部分だと思うんで、まあ、その部分を今日は、朝レッスンする前に、まあ、ハードワーカーが早く来てくれたんで、ちょっとその情報をねしっかり共有して、まあそれぞれオンコートするときにそこを意識して、まあ、また課題について取り組んでいけば実力間違いなく上がっていくんで、まあ、そんな感じで朝話ができたんでよかったなと思います。昨日何人ぐらい集まったんですかね。写真を見たんですけど20人ぐらいなんですかね。でまたね月末
千葉の方に遠征に、まあリズと多分ハードワーカー2人で行くことになると思うんですけども、まあ今回は車で行く予定だったんですけども、だいぶ大変なんで、まあちょっとイベントも協力してくれる方が何人かいらっしゃるみたいですから、まあこれは多分何で行けば一番いいんですかね。まあ夜行バスも飛行機ももう危ないって言えばもう何もできなくなるんで、ですからどうなんですかね、新幹線とか。一番いいのは安くて早いのは多分ピーチとか、ああいうスカイチケットとかで何かで取っていくのが一番いいと思うんですけども、さすがに千葉はね何時間ぐらいかかるんちゃうかな、大変なんで、まあそれはちょっとね、夜行バスかもしくは何がいいんかな。千葉ってなんか遠いんですよね、新幹線で行っても東京からまた電車乗らないといけないんで、何気にちょっとねなかなか行きづらい場所なんで、もう金曜日から行ったらいいんちゃうかって話で話を今進めてます。で3月末にまだちょっとこれは検討中なんですけども、合宿行くぞと。でこの間下見行ってきた小豆島に合宿行こうかっていう話なんですけど、まあある程度ジュニアがうち含めて10人ぐらい集まったらまあ、行ってもいいかなっていう感じで、でそこで、まあ、初の試みとして、まあ、一般の方も一緒にですね行ってしまおうかというような話がちょっと出ました。まあゲストの方は別でねまたレッスンをやるんですけども、ジュニアはジュニアで、ただまあ移動とか、いろいろね一緒にできた方が盛り上がって面白いなっていう話はちょっとしてるんですけども、まあこれはちょっと検討段階なんで、またはっきりしたらいろいろ LINE でもしくはハイタッチのお知らせで声をかけるかもしれません。本当に寒くないんですよね。朝はちょっとね本当に寒いんですけども、でも今日いつも感じてるキーンみたいな感じではなくて、まあ、こんなもんかみたいな感じの朝だったんで、明日もこんな感じだったらいいなと思ってます。よいしょ、しゃあ今日はもうショートで4レッスン頑張ったんでね、ちょっと足に来てますね、やっぱり。今日のパースポットマウンテンは
麗ですね。雪の感じもないんで。いつも調べると思ってるんですけど忘れてしまいますね。ということでこれからねちょっと戻っていきたいと思います。じゃあな、これからまたねちょっと戻って、コート整備をちょっとしないといけないですね。でも半分は今日ハードワーカーがやってくれたんでだいぶ楽ですね。よし、ハードワークはもう3年目ですね、ワックに来て。まあ、めっちゃ頑張ってくれてるんで、まあ、ちょっといろいろ考えてることがあるんですけど、まだね、ちょっとやっぱり人材不足というか、今週末かな、来週末また日曜日、自転車の大会がひょっとしたらあるかもしれませんね。これはなんか準備してるっぽいんですよね。能登半島の、被災もね、なんかいろいろ情報が日に日に出てくるんですけども、土砂災害とか結構津波もあったんですかね。もうなんかもう寒くなってきたらそれがまたね追い込んでいくんで、なんかね心に引っかかってるんですよね。なんかいろいろしてしたいなと思うんですけども、今変にいろいろやったってしょうがないです。問題になってるのは以前もなんか津波の被災地になんか鶴の千本鶴かあれを送るみたいな感じになってたんですけど、あれ邪魔でしょうがないと思うんですよね。気持ちはありがたいかもしれないんですけども、
あれあったって別にどうなるもんでもないし、あるだけまあ邪魔になるかもしれないんで、一番いいのは何かなと思ったんですけど、いろいろ情報見たら、ふるさと納税返品なしの、お返しなしのふるさと納税が一番いいんじゃないかっていう話が今出てるんで、まあそういうところなんかなっていうので、いろんなね、あの募金とか基金っていうのは中抜きがあるんで 100% が渡らないんですよね。あのなんか業者みたいなのが中抜きしよるんで、それってあんまよくなんか嫌やなと思って、だから直接的に何かできるふるさと納税が一番いいのかなっていう話が出ています。やっぱちょっとしてからちょっと考えてみたいなというふうに思います。まあちょっとしたことだと思うんですけどね、そんな大きなことはできないんで、引っかかってるんですよねっていう感じです。ということで、これからねちょっとコート整備、それから時間があれば、まあ、時間はあるんで掃除まで一気に終わらせたいと思います。うん、それでは。